I don't remember Bink video. Was it Blink video? I don't remember. To my mouse. Oh, there we go. Wait, that just exited the game? Not the settings menu? What? Come on. No, so that just quits out, huh? Very strange. Everything was a coincidence. But that coincidence was set aside by the will of the world. I am not crazy. 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 I am not crazy.断じて中二病の妄想なんかじゃない。きっかけはほんの些細なことだとしても、それが未来の大きな流れを決定づけてしまうこともある。バタフライ効果という言葉を知っているか。知らないなら調べるのだ。それぐらいの慎重さが求められているのだということを理解しろ。残念ながら俺は慎重じゃなかった。自分の愚かさを分かっていた。あいつを失うことになんてならなかった。未来をこんな形にしてしまうなんてこともなかった。わかるはずがないだろう。その瞬間の自分の手に人類全ての運命を決定づけるような重大なターニングポイントのスイッチが握られているなんていうことはわかるはずがないんだ。考えても見るがいい。普段の人間の知覚は 99% が遮断されている。人は自分で思っている以上に愚鈍な生き物なんだよ。普段の生活の中に生まれている何気ないことなど気にも留めないし、知覚したとしてもすぐに忘れるか、脳が処理をしないかのどちらかなんだ。あの時の俺に言ってやりたい。迂闊なことをするなと、軽率なことをするなと、見て見ぬふりをするなと、もっと注意を払えと。いつでもお前を陥れようと手ぐすね引いているのだと。宇宙に始まりはあるか、終わりはない。無限星にもまた始まりはあるが、自らの力を持って滅びゆく。有限英知を持つ者こそ最も愚かである。歴史からも海に行ける魚は陸の世界を知らない。彼らが英知を持てばそれもまた滅びゆく。人間が光の速さを超えるのは魚たちが陸で生活を始めるよりも滑稽。これは抗える者たちに対する神からの最後通告とも言える。Man, that's really slow. How do I go to the menu? Where's my mouse? Oh. That text is extremely slow. Oh, the voice is just slow.
かりん。ねえ、ってば。Man, this is so slow. I need to rebalance the audio. How do I save? Yeah, こちらの話だ。問題ない。これより会場に潜入する。Okay, I think I need to go back to the main menu without quitting out somehow. Okay. Well, we'll just reload again. Man. This is annoying. Come on.Seems old. Okay, message speed, let's go up. Let's just max it out, I think. No. I hope I can adjust this in game. Why is the escape key doing that? ねえねえ、何ブツブツ言ってるの？Okay, auto mode needs to go slower. Hex needs to go faster. ねえってば。誰かと電話中？いや、こちらの話だ。問題ない。これより会場に潜入する。ああ、ドクター中橋は抜け駆けをした。たっぷりとその考えについて聞かせてもらうつもりさ。何？機関が動き出して言うだと？そうか。それがシュタインズゲートの選択か。エル、プサイ、コングルフ。
さっき携帯で誰と話してたの？聞くな。それがマユリのためでもある。そうなんだ。オカリン、ありがとう。マユリよ、いつも言っているだろう、俺のことをオカリンと呼ぶなと。でも昔からそう呼んでたよ。それは昔の話だ。今の俺は包囲強魔。 What? 世界中の秘密組織から狙われる狂気のマッドサイエンティストだ。okay. だって難しくて覚えられないし。True. それに岡部凛太郎と一文字も合ってないよ。おかしいね。Okay. でね、オカリン、教えてほしいんだけど。Is it to Ocarina? Elf boy's blue pipe thing. これからここで何が始まるの？お前はそれも知らずここまで俺についてきたというのか。これからここで始まるのはドクター中鉢の記者会見だ。記者会見？でも記者さんなんて見当たらない気がするよ。あるいは機関による何らかの妨害を受けたのかもしれないな。It seems like he's insane. 巻き込まれるのは勘弁だがな。マユリ、気をつけろ。おそらくこの記者会見、何らかの事件が起き。
Is that black stuff? これは。Oh, is that the time machine? I need to go get another tissue box.予定通り始めますので、もうしばらくお待ちください。これの匂い、陰謀の匂いだ。何を隠して、さっきの爆発は何だ。俺だ。どうも嫌な予感がする。俺たちが知らないところで何かが起こっているようだ。ああ、分かってる。無茶はしないさ。俺も命は惜しいからな。エル、プサ、コングル。I don't think you're talking to anyone. I think he's really insane.マユリ、何をしている？ん？あのね、ウーパが欲しいなって。やればいい。ウーパが当たるかどうかは保証できないがな。でもね、マユシーは今100円玉を切らしちゃっているのです。The star. マユシースター。だから、オカリン、オカリン、100円貸して。黙ったれるな、マユリ。金若さん、俺がお前に人生の厳しさを教えてやる。では、マユリにくれてやろう。本当？いいの？オカリン。ほーい、今日まだ。ありがとう、オカリン。本日は
ドクター中鉢によるタイムマシン発明成功記念会見にお集まりいただき誠にありがとうございます。どうやら始まるようだな。行くぞ、マユリ。うん、待って待って、名前書かなくちゃ。それでは早速登場していただきましょう。発明家ドクター中鉢さんです。皆さん盛大な拍手でお迎えください。ドクター中鉢だ、どうぞよろしく。それではここに集まってもらった諸君だけに、人類史に残る世紀の大発明タイムマシンについての理論をお教えしよう。タイムマシン？あの人が作ったの？Oh, that's how you get to the main menu. What, rolling the mouse wheel, I think? Oh, right clicking. Okay. Well, let's adjust the auto speed.ドクター！バカにするにも程があるぞ。なんだね君は。Who the hell are you？ 俺が誰なのかはどうでもいい。それより今あなたが語ったタイムマシンの理論は一体何だ？ジョン・タイターのパクリではないか。あなたはそれでも発明家か？誰かその男をつまみ出せ。出ていくのはあなただ、ドクター。恥を知れ、この人材、あなたには発明家を名乗る資格はないぞ。中二病。 Knew it. I knew he was crazy. He's a Chunibyo at 18, huh? Wow.
Okay. うるさい、黙れ。生意気な若造め。Hey, she's on the cover. Oh.Wow. Man, it's cold. Okay, I need to speed it up now. ちょっと来てくれませんか。貴様、機関の人間か。は？は？まさかここまで手が回っているとは。俺としたことか。ふざけてないで、ちょっと来てください。Why is it taking so long? ここで俺に何かすれば人目につくぞ。そうなれば貴様もいろいろまずいだろう。Auto mode speed. So let's put it up higher, I guess.To get the balance right. 何かって何ですか？人聞きの悪い。What are you talking about?私はあなたに聞きたいことがあるだけです。それに答える義理はない。機関のやり方は分かっている。だから機関って Oh my god 俺だ、機関のエージェントに捕まった。ああ、マキセ・クリスだ。あの女には気をつけろ。いや、問題ない。ここは何とか切り抜け
I wonder how many people didn't catch on that he's crazy. Or is it Juni? What are you doing? You're not talking to anyone. この携帯、電源切れてる。It went. 誰と話していたんですか？貴様に答える義理はないが一応教えてやろう。それは俺以外が触ると自動的に電源がオフになる特別製の携帯なのだ。うわそう、独り言だったのね。So you talk to yourself. さっき私に何を言おうとしたんですか？さっきとはいつのことだ？ほんの15分くらい前、会見が始まる前に。ん？ Okay。 私に何か言おうとしましたよね。すごく悲しそうな顔をして。What? まるで今にも泣き出しそうで、それにすごく辛そうでした。どうして？私、前にあなたと会ったことありますか？ん？なんで私の名前知ってるんです？俺は全てお見通しなのだ。天才少女、次会う時は敵同士だな。は？さらばだ！うわっ！ OK。期間目、あれほどのエージェントを送り込んでくるとついに本気になったようだな。だが俺はまだ奴らに捕まるわけにはいかんのだ。マユリを置いてきた。I think she still has your phone. Oh.ん？メールか？What? Hmm?
ん？マユリ、なぜ出ない？まさか、マキセ・クリスメ、マユリをさらったな！己、それが、機関のやり方か！あの女、俺におじけづいたか。よくも、away, you know. 今日のところは見逃してやるとしよう。マユリ、なぜ電話に出ない？そろそろ帰るぞ。あ、オカリン、メタルウーパがいなくなっちゃった。Oh no。いなくなった？勝手に動き出したのか？それは実にファンタジーだな。落としたみたい。見つからないなら諦めろ。また当てればいい。当たりっこないよ。だってね、メタルウーパはネットオークションで1万円近いプレミアがついてるんだよ。な、に、マユリよ、一体どこで落としたのだ？わかんないから探してるんだよ。あと、見つけても売らないからね。その1万円、この俺の緊急資金にしてやる。だから、売らないってば。マユシーの名前書いちゃったし。メタルウーパー、トゥットゥルー、ウーパさん、ウーパさん、出ておいで。トゥットゥルおのれ、金にしか興味のない下劣な奴め、恥を知れ。オカリンもね。
マユリ、ここにいろ。Oh, he stepped on the metal Oopa. Is she dead? Holy shit, she's dead?What? なんで?警察を呼べ。オカリン、どうしたの？What's going on? What the fuck?ねえねえ、何があったの？顔色すごく悪いけど。人が死んでた。
What about that video? She got stabbed? Her face was, oh, the pool of blood. I thought she hit her face or something. Fiendish mad scientist. What? おい、そこの貴様。
俺たちが見えているか。なぜ何も答えない。貴様に聞いているんだぞ。モニターのそっち側にいる貴様にだ。間抜け面をしよってつまらんやつだ。はあ、貴様からだと俺たちはテレビのモニターの中にいるように見えるだろうな。だがそれは大きな間違いだ。モニターの中にいるのは貴様なのだよ。貴様が現実だと思っているその世界は実は全て虚構。もちろん貴様自身もな。貴様真の現実、それはこちら側にある。自分が何を指摘されているのかすら分かっていないか。無理もない。まあいい、貴様には分かりやすく俺たちのことについて説明してやろうではないか。 Is he talking to me? まず俺たちがいるのはどこかということだ。ここは東京秋葉原にある未来ガジェット研究所だ。俺たちは普段ラボと呼んでいる。世界の支配構造を作り変えるという我が野望の拠点だな。Okay. そうなんだ。Okay, then. 悪いことしちゃダメなんだよ、オカリン。マイリは少し黙っていろ。駅から出たら中央通りを進み、末広町駅の交差点を蔵前橋通りへ左折。次の信号の一歩手前の路地を入ると、大檜山ビルという古臭い雑居ビルがある。その2階に、我がラボは今日構えている。目印はビル1階にあるブラウン管工房というマニア。ジャックなテナントだな。今時旧式のブラウン管テレビだけを扱っているショップだ。いかに電気街である秋葉原といえども需要があるとは思えない。寂れた店なのだ。だがブラウン管工房店長である天王寺というおっさんはこのビルのオーナーでもある。ゆえに今野球ピッチで都市開発が進み、しかも高騰しているこの秋葉原であろうと道楽丸出しの店を構えていられるというわけだ。幸いにもあの店長は人を見る目はあるようでな。この俺のカリスマ性を見抜き、ビル2階を丸々ワンフロアただ同然で貸してくれたのだ。ふわっだが未来ガジェット研究所は深刻な人材不足のため優秀な研究員を随時募集中だ。今のところ所属研究員は。オカリン、オカリン、そこはラボメンって言わなきゃ。所属研究員じゃなくてラボメン、すなわちラボラトリーメンバーは俺を含めて3人である。ラボメンナンバー001、ラボ創設者にして狂気のマッドサイエンティストであるこの俺、ホーイン・キョーマ。オカリンって呼び方の方が可愛いのに。そしてコスプレが趣味のこう一点、ラボメンナンバー002、シーナ・マユリ。てってれー、マユシーです。着るんじゃなくて作るのが趣味だよ。最後にスーパーハカラボメンナンバー003、橋田イタルだ。スーパーハカーって呼ぶなよ。スーパーハッカーだろ、ジョーコー。そんな我々3人で構成される
未来ガジェット研究所の活動内容はそのものズバリ発明である。詳細は我がラボのホームページを見てくれ。もちろん闇の支配権力と戦うための未来ガジェットが最優先事項だが、その研究から派生する副産物的な発明も多い。というか今のところはそっちばかりだ。すでに我々は8つの未来ガジェットを完成させた。だがこれはまだ序章でしかない。未来ガジェットのアイデアは俺の中に108まであるのだ。某テニス漫画みたいにですね。わかります。人の煩悩の数といえこのアットチャンネルのおめ、それと俺が話しているのだから口出し。話をするなと言っているだろ。そもそもオカリン、さっきからなんで独り言喋ってんの？独り言ではない。見てわからないのか。俺は今モニターの向こうにいるこいつに話しかけているのだ。あ、今その人にやりって笑った。おのれ貴様、何を笑っているのか。モニターの中の存在のくせに。こっちみんなって言ってやれば。通じないんじゃないかな。あれ